角田さんも言ってるから、いくらか出してもらいますから、というふうにね、言ってね。つまりね、これね、お金はね、出す必要がないって言ってから、後になってお金を出せっていうね、これもね、悪徳マルチ商法並みのね、やっぱりずるくあざとくなんですよね。怖いですね。皆さんも気をつけてくださいね。でね、あとね、私にとってはこの人、銀歳費の3割は積み立ててもらいますから。と言いながら、私以外の候補者にはこれを言ってないんですよ。何なんでしょうね。あとね、私ね、東京15区の補選に出るときにね、ちょうどその選挙期間中に、実はね、家族で台湾に旅行に行こうと思ってたんですよ。でね、もうホテルもブッキングして、フライトも、予約してたわけ。って言ったんですよ、私。だから私、台湾に旅行行くんで、選挙で行きませんっていうふうにお断りした。お断りしたんですよ、私、最初ね。その時のお断りした理由の一つとして、私、台湾に旅行に行くってもう決まってるんですよって言ったわけ。そしたらね、あり。台湾なんて選挙終わったら私がいくらでも連れて行ってあげるわよ。はい。これももちろん嘘でした。もちろん嘘。え、まくれ、バンコク？え、まくれ、台湾？なんかな？マンダリンオリエンタル行ってステーキブランチして、マウンティング写真撮るのよ、私。綺麗。とかいうことですよ、もうね。はい。でね、あとね、選挙期間中、3月23日に有明公園で江東区大集会やりますから、はい。これも、これと私言ってたわけじゃなくて、みんなに宣伝してたでしょ？宣伝したでしょ？でも、いつの間にかなくなってるんですよ。嘘でしたね。そしてね、あとこれも選挙期間中、私に対してね、夕食、食事はね、こっちで用意しとくから、ホテルでちょっと休んできて。って言ったにもかかわらず、私の食事は用意してなくて、例のココイチカレー事件発生。で、あとこちらも選挙期間中に、東京中国の保守の重鎮たちは、私たちのことを応援してくれはってる方、あれ、私の人脈ですから、というふうにね、そういうふうに示唆して自慢してましたけれども、あれ、ぶっちゃけ、飯山あかりの人脈ですから、私ね、人脈という言葉使うの嫌いなわけ。これね、だからね、今まで使わなかったけど、なんであえて言ったかというと、これはね、だから、アリが自分の人脈って言ってるけど、違うよ。全然違うよ。アリを応援してくれたんじゃないよ。飯山あかりだから応援してくれたんだよ、みんな。それ、あんた、隠して嘘をついて、ごまかしてたでしょ。ねえ、これもね、ぶっちゃけね、嘘なんすよ。これね、嘘って自慢してたでしょ。私の人脈力は、なんか自民党もびっくりみたいなことなんか変なね、書いてたじゃないですか。だからね、あのね、アリはね、自分をね、すごく見せたいわけな。こういう人いるじゃないですか。すごいって言われたがりの人、めんどくさいですよね。だから私もね、アリさんと一緒にいるときは、とりあえずアリさんのことすごいすごいってね、とりあえず言っときゃいいかな、みたいな感じで、まあ今までお付き合いしてたんですけれども、だから言ったでしょ。ひゃかりとお付き合いしてきて、一度たりともあの人たちから、なんちゅうかね、心の触れ合いっていうか、人間と人間との付き合いっていうか、そういったこう、金銭に触れることは一度たりともありませんでした。だってすごいって言ってもらいたいだけの人だからね。めんどくさいよね、こういう人ね。でね、あと、選挙期間中。長谷川さんが選挙事務所来たとき、私、長谷川さんの目の前にいましたから、はい。これも嘘です。あんたその時、豊洲にいたよね。なんでそんなベラベラ嘘をつくの？息を吐くように嘘をつく。ずるくあざとく、ありまた香りです。綺麗。という感じですよ。で、あとね、これね。あと、保守党創造の地として、江東区の地元を大切にしてきました。はい、これも嘘ですね。だってあんた今お世話になった人たち、江東区の人たち。会っても挨拶もしないで、睨みつけてるのガン飛ばしてるらしいじゃないですか。そういうのね、恩をあだで返すって言うのよ。知ってる？でね、これも嘘でしょ？で、あとね、選挙終わったから、私に対して。これからは、あなた、持ち出しで東京15区の支部長続けてくれる、欲しいのよね。はい、これもね、私ね、全く聞いてません。持ち出しで、東京15区の事務所を維持しようと。すごいですね。悪徳マルチですね。で、あとね、
とにかく仲間を大切にしてますって言ってでしょ。こう言いながらね、もともと仲間に引き込んだね、私に対してね、今やってるのネット認知だからね。なーにだ、仲間を大切にしてますですかと。であとね、今もね、広沢さんがね、名古屋市長選挙やってるのにね、仲間を捨てて海外旅行行ってんじゃないですか。で、何、マンダリンオリエンタル泊まって、ステーキブランチ。仲間大切にしてないじゃないですか、あんたたち。で、何、選挙の応援行ったら行ったで。選挙の応援しないで、自分の、なんだ、自分のその暴言、子宮摘出発言のね、言い訳したりとかね。あと、なんか、やじ飛ばしてきた人に対してね、うねうねとか言ってると、なんかね、どやしたりね、もうめちゃくちゃにさ、足引っ張ってるだけじゃん。何が仲間を大切にじゃないですか。嘘ばっかじゃないですか。あとね、これ、領収書。領収書の問題はね、これね、振り込みの控えで、寄付金控除受けられますって言ってるよ。受けられないでしょ。こんなこと受けた人いるのって話ですよ。でね、あとこれですよ。アリはね、中国のね、私応援してくださった方に対して、お掃除のね、誰か、事務所のお掃除のアルバイトしてくれる方いないかしらってね、召喚をお願いしたわけですよ。ところが、この方にバイトで払わなかったっていう問題があるわけ。それをね、アリはね、自分でね、ほっくり返してきたわけ、この問題を。昨日ですかね。いきなりほっくり返してきたっけ、この問題を。でね、こういうふうに言ったわけ。バイト代を払う約束をしただけで、公職選挙法違反で逮捕されることもあります。日報について、バイト代を支払わなかった云々という風評を広めた方がおられるようです。これ、私のことね。おられるようですが、法令を全く理解していないがゆえの、錯乱か、悪意の選挙妨害だと思っていますと。言ってるわけ。私のことを、錯乱って言ったの。風評を広めた、錯乱したやつだって言ってるわけ。法令を理解してないって言ってるわけ。いいですか、皆さん。で、私は、は？は？あんたそもそも自分で引用リツイートしたこの記事読んだの？読んだの？読めんの？日本語読めないよ。こう書いてあるんですよ。いいですか？先月の衆院選で長崎一区に立候補して落選した候補者の陣営の関係者二人が、アルバイトに選挙運動の報酬を支払う約束をしたとして、公職選挙法違反の買収の疑いで逮捕されました。って書いてあるわけ、ここにね。いいですか？こう書いてありますね。私が指摘したのは、お掃除、および、お着身、お片付け、こういった仕事をしてくださるアルバイトを探してほしいってあなた頼みましたよね。その人にバイト代払いませんでしたよね。そして、その人が、そのまさに紹介者に対して、私実はバイト代もらってません。と言ったと。だから紹介した方が、と、そりゃ申し訳ないねって言って、その方が代わりに払ったと。で、その方私に対して、こんな問題があったんだよというふうに選挙の少し後に私に言ってきたと。もちろんその方は今でも私お付き合いありますよ。そういう話もね、あるんだよってことを私が言ったんですよ。それに対して、あり。バイト代を支払う約束をしただけで、公職選挙法で逮捕されることもありますって言ってんですよ。ということはね、アリさん、あなた、そのお掃除の女性に対して、最初から、私たち1円もお金は払いません。ボランティアで、まあ選挙期間中ですか？お掃除、毎日来てくださいと。わかりましたね。よろしくお願いしますよ。お金は払いませんよということで、説明して、それで納得して来ていただいてたんですか、あなた。そういうことですよね。だって、バイト代払う約束すらしてないって言いたいわけでしょ。バイト代の約束しただけで公職選挙法に違反されると。
で、これについて嘘を広めてる奴がいて、私のことでしょ。ですから、ここ二択ですよ。あなたは、お掃除のアルバイトに来てくださった方に対して、これはアルバイトではなくて、完全なるボランティアです。無償ですというふうに言ったのか、アルバイトだと言って来ていただいておきながら払わなかったか、どちらかですよ。どっちかしかないんですよ。どっちにせよ、あなた、嘘ついてますよ。だって、そうじゃないですか。払ってないんだから。しかも、あなた、その後で、その紹介者の方に対してね、私は、アルバイトだって知らなかったみたいなメール送ってますよね。で、いくら払えばいいんですか？払いますからみたいなことを言ってましたよね。まったく、辻褄合わないんすけど。でね、しかも私に対してね、お前は法令を全く理解してなくて錯乱してるとか言ってますけど、法令を全く理解してないのは、どっちでしょうかね。はい。じゃあ、この皆さんに判断していただきましょう。はい。あのね、選挙っていうのは、選挙に携わるね、人っていうのは、法令上ね、3つのカテゴリーに分けられるわけ。いい？選挙に携わる人。1、選挙運動員。2、選挙事務員。3、労務員。このね、3つにカテゴライズされるわけ。でね、この、選挙運動員っていうのは、いいですか？選挙運動員の一部と選挙事務員、労務者には報酬を支給することができるの。いいですか？で、じゃあこれ、選挙運動員と選挙事務員と労務者ってどう違うの？選挙運動員っていうのは、これはね、有権者に支持を訴える人。だから、家まかりだって家まかりに、票を入れてくださいって訴えたり、ビラを配ったり、あと、例えばね、そこそこら辺ね、道で呼びかけたり、そういう、電話攻撃をする、電話攻撃するとこもあるでしょ？電話攻撃をしたりする人、投票を呼びかける活動をする人、これが選挙運動員で、選挙運動員は基本的に、ボランティアでやらないといけないの。ただし、例外的に、選挙運動員の中でも例外的に、報酬を払うことが認められているのが、ウグイス。そして、手話通訳者なわけ。で、この絵は、この人は我々のウグイスですっていうふうに、届け出を出しておけば、報酬を支払うことができる。でも、これは上限が決まってる。いいですか？これが選挙運動員。で、これは、これ以外の選挙運動員にお金を払っちゃったら違法です。アウトです。だから先ほどの、ニュースあったじゃないですか。あれは、選挙運動員にお金払う約束しちゃいましたねってことなわけ。いいですか。じゃあ、問題は、事務所でお茶組みしたりお掃除したりする人は選挙運動員なのかという話になるでしょ。で、他にもね、選挙運動員以外にこういうのがいるわけ。選挙事務員。これはね、選挙事務所の中で、選挙の事務作業に従事する人なわけ。で、この事務の、サポートをする人っていうのは、これはね、この人は事務員ですよって届け出をすれば、これも報酬を支給することができる。お茶組みを、そうじゃちょっと違うなってなるじゃないですか。そこへ3番目の労務者っていうカテゴリーがあるわけ。これはこう書いてある。単純労務を行うものを指します。お茶組み、あらー、来た。これですよ。お茶組みや電話取り次ぎ、ビラや小縛り作業、個人演説会などの設営撤去作業などの要因がこれに当たります。労務者に報酬を支給することができます。届け出も特に必要ありません。これですよ。
この女性にしていただいたのはまさにこれですよ。お茶組みとか事務所のお片付けとかお掃除とかをしていただいてたんですよ。でね、この人たち、じゃあね、法が法がって言ってるからね。じゃあ公職選挙法どうなってるか。公職選挙法で、この選挙にね、選挙に従事する、労務者、これの、報酬っていうのはね、どういうふうに公職選挙で定められてるか。これもネットに載ってるから、見れますよ、これ。こうやって書いてあるね。書いてあるでしょ、これ。公職、選挙法。昭和45年7月1日。書いてあるでしょ。これにね、こう書いてあるわけ。公職選挙法第197条の2の規定によりって書いてあるでしょ。じゃあ、公職選挙法172の第1条、第2条ってあるわけ。ここの第3条にこういうのがある。選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額っていうのは、基本日給1万円以内と書かれてるでしょ。これですよ。どういうことかっていうと、だから選挙のね、選挙事務所のお掃除とかお茶組みとかお片付けをしてくださる方は労務者だから、だってその方ね、私のに対する投票の呼びかけとか全然してないよ。おとなしい女性の方で、家ばかり投票してくださいよ。全然言ってない。ずっと事務所にいて、こまごまとしてお片付けとか、お茶出してくれたりとかしてくださってたのよ。全然選挙運動してないよ。全然しない。ビラ配りしてない、してない。ずっと選挙、事務所にいて、こまごまとした単純作業してくださってた。全然選挙運動じゃない。労務者じゃん。てか、あんたバイトって言ったじゃん。でね、その方について、ありはですよ。こう言ってるわけです。バイト代を支払う約束をしただけで公職選挙法で違反すること。それは選挙運動員の話ですよね。お掃除の方は労務者ですから。労務者にはバイト代払いますから。日額1万円って。公職選挙法に書いてあるんじゃないですか。法令を全く理解していないがゆえの錯乱って、これ、あんたは私のこと言ってるけど、あなたの方じゃないですかね。読めばわかるやん、誰でも。意味わかる。だからね、飯山あかりが憎すぎて、もうね、飯山あかりをディスるためなら、何でも利用しようと思っちゃうわけ。だからね、このね、ニュースのこう見出しを見ただけで、はこれ飯山あかりディスってやろうって言って、うわーって何も考えないで、もうね、はい、あいつは法令もなんか全く理解しても、桜してんだとか言って、書き殴っちゃうわけ。ちょっとね、奥さんって感じなんですよ。桜ってあんたこれ。これが法律だから、よく読んでみ、これ。これ、労務者、1日1万円以内って書いてあんじゃん。労務者ってわかる意味。教えてもらった方がいいよ、選挙よくやってる人に。意味わかんない。何やこの人って話で。さらにね、まだまだ、私に対して当てこすり、まだまだ続く。これ。これもね、昨日ですよ。こんなん連発してるわけ。何やってんすかね。で、長谷川さんの愛は、物を見る目を歪ませてますよね。みんなで必死に戦って、ようやく国政政党になったばかりなのに、なんで解散しないといけないの、笑い。長谷川飯山ペアは、他人に対する事実無根の憶測や抽象を垂れ流す前に、まず、例の乾杯の疑義に誠実に答えるのが先じゃありませんか、うわーとか言ってるわけ。これ何を引用してるかっていうと、クラゲって人はね、長谷川無謀にも、こういう人に喧嘩を売る事案発生とか、こいつもマジ言ってんなとかいうのをリポストして。
長谷川さんの愛は物を見る目を歪ませると。だ要はね、アリはその長谷川さんと私の間にね、その男女の関係があるってことを匂わせてるわけですよ。気持ち悪いですね。でね、だからね、あのね、こういうタイプの人一定数いるわけよ。これね、なんでかっていうと、アリの中では、多分長谷川さんっていう、私は年上のね、男性が、年下の女である私の意見主張っていうのを、公然と擁護するっていうのは、これは確実にあいつらはできてるなっていう、そういう目でしか見られない。なぜなら、非常に高い確率で、自分がそうやって生きてきたからなんですよ。そう考えると、百割さんは何なの？やっぱり愛ですかね。百割さんはね、ってね、イチャイチャしてらっしゃるのもね、愛ですかね。でね、まあまあね、あのね、まあ、私は残念ながら、アリさんとはね、違う生き方をしてるんですよ。アリさんのね、コンセプトは、あの徹底的にずるく、なんだっけ、あざとくでしょ？でね、私ね、あのね、全然違う。私はね、あのね、とにかく、あの、まっすぐに正直に、あ、当たって砕けろ、正直者って、これがね、これをコンセプトに生きてきたんで、はあんたみたいなね、そのね、ずるくあざとくみたいな人にね、あのね、騙されたりね、あのね、いびられたりしてもね、こっちはね、あんたと同じね、方法は取らないんですよ。なぜだね。そんなことできないから気持ち悪いから。私の人生観に反するんですよ。あなたみたいなやり方、生き方。だから、はあ。ああ、そうですか。そういう人生を生きられてきたんですね。ああ、というふうにしか思わないってことですよ。でね、あのね、あとね、みんなで必死に戦ってようやく国政政党になったばかりなのに、なんで解散しないといけないの？笑いとか書いてるけど、いや、解散しないといけないのって、なんでって、だって、あんたたちがね、あんたたちが、あの、百合さんがね、二人揃って、急にね、こういうこと言い始めたからですよ。まず百。自分のライブ、11月18日、こういうこと言ってんですよ。みんながね、メディアがもう、与党も野党も、日本保守党を潰したいと言うなら、別に潰してくれても結構なんですよ。結構ですよ。本当に、まあそうなったらね、私ももう自由に生きます。はい。自由に生きる方が私としては嬉しい。本音言えばね、はい。別に、はずきを切られる、切られることもなくてですね、自分の銭儲けだけやってる方が、もう100倍楽なんですというふうに言ってたからですよ。あ、潰れていいって言ってるんですよ。あんたの、あなたの愛ある、愛だか何だか知らんけど、コンビね、百割コンビのね、百さん、そう言ってんでしょ。それだけじゃない。あんた自分でもそう言ってたじゃないですか。自分でも言ってたじゃないですか。はい、今度、ポッケないないニュース嘘8。こちらはね、いつですか、翌日ですね、11月19日。あなた、もう自分でこう言ってんですよ。あなた、忘れちゃいました、自分で言ってんの。でもなんか、もう、この2年間ね、あの、馬車馬のようにいろいろやりきった感があるので、なんか引退してもいいかなっていう気分になってきてますよね。100。私なんかもう最初から引退したいんですけどね、ずっと。あり。ちょっと引退したいとかじゃなくて、もうやりきった感があります。つまりね、100ありは、18日から19日にかけて、二人揃って、同じタイミングで、もうね、日中かなんて潰れていいとかね、もう引退していいなとかね、もうやりきったとかね、散々言ってるんですよ。だから、長谷川さんそれを受けてね、あれもう解散、あれもうこれ、もう終わるのかなみたいなことを言っただけですよ。とかね、なんで解散しないといけないよって言ったって、だってあんた自分が、だってもうやりきったって言ってたよね。でも私なんかから見たら、いや、この人たちは、この人たち嘘ついだから、もう解散する、もうね、もう潰れていいとか、もう引退しようとか言ってるってことは、まだまだ2丁で稼げるからね、まあまあまあ、
YouTube 回る限りはね、もうがっつり稼ぐわってことなんじゃないかなというふうに、まあ私は思ったんですけれども、長谷川さんはあなたたちの発言を受けて、あ、もうこれ解消するのかなっていうふうに言ったとするわけですよ。笑いとか意味わかんないし。なんで解消しないといけないって知らんよ。あなたは自分で言ったんでしょうか。気持ち悪いわ。これマウント取ったつもりでいいの？相当気持ち悪いよ。あなたやってること。でね、あとね、これね、長谷川飯山ペアとかいう言い方をしてるわけよ、この人。でね、これ多分私が、まあ、百ありとか言ってね、合体してね、呼んでるから、それに対するに多分ね、当てこすりやと思ってるんですよね。もう、思うわけですよ、私ね。でも私ね、残念ながらね、百ありさん、あなたたち二人で仲良く結託して、日穂っていうね、ネタで、仲良くお稼ぎになってるじゃないですか、結託して。でもね、私ね、残念ながら、長谷川さんと、そういうね、結託したりね、示し合わせたりね、一緒にね、ビジネスやったりとかね、一切してないんですよ。残念でした、本当にね。だからね、金とか色でしか、男と女は、関係性がね、成り立たないと思ってる。金と色。はとことなんですよ。あとね、カンパへの疑義とか言ってんでしょ？カンパへの疑義。何なんですか？カンパへの疑義って。あのね、私ね、ある人に、訴えられてですね、1100万円払いっていうふうに言われて、これね、今ね、裁判ね、やってるんですよ。やってるっていうか、まだね、一番最初の最初。もう始まってるんですけど、まあ、一番最初の最初。でね、これね、すごい大変なことになってるんですよ。でね、さらにね、言えないんだけど、これはね、この問題ね、すごいことになってるわけ。で、このね、この問題の全体が、裁判の決着がつくまでに、これ、もうどれだけ時間がかかるか、もうね、全くわかんない。あのね、つまりこの、カンパをお願いしたのは私だからね。これは、私の言論のね、自由を守るための戦いですと。ですから、それに賛同してくださる方は、まあ支援お願いしますというふうに言ってね、カンパを求めたんだけど、その時から今に至るまでに、このね、問題はね、その当初これぐらいの問題だったとするじゃないですか。今ね、こんくらいになっちゃってるわけ。詳しく言うことはできないんだけど、こんぐらいだったのか。で、この時すでに私は、ああ、こりゃ大変だと思ったわけ。なんだけど、それがもう見る見るうちに、こんなことになっちゃってるわけ。こんなことになっちゃってるわけ。で、これも言えないんですけど、まあ、言える時が来たら言おうと思います。はい、あ。で、疑義とか書いてあるけど、私ね、不正なことは一切してません。はい、あ。それだけ申し上げておきましょう。それをね、何ですか？何？カンパへの疑義って。私、一詩人です。あなたたちみたいに、公金躊躇してないですから。百ありさん。あなたたちね、すでに分かってます。自分たちすでに公金躊躇になってるんですよ。だって、政党助成金、まるっと2800万もらってんじゃないですか。公金躊躇の上に、党員たちから、7万人いるんでしょ？ 7 万人から、党費もらって、さらに寄付金までもらって、寄付金の領収書も出さないで、寄付金控除に必要な書類も出さないで。で、実際何やってるかっていうと、政策をガンガン進めるんじゃなくて、もう、毎日のように YouTube ライブして、ポッケないないして。他何やってるんですか？ LGBT やらない。消費税減税やらない。被災地支援もやらない。その時その時でね、思いついたことにぶち上げて、やりますって言って、何にもやらない。もう無責任極まりないですよ。事務の方無責任極まりないですよね。だってなんで領収書出さないですか？あなた言いましたよね。メールでお問い合わせいただいた方には、お送りしてますがって。残ってますよ、証拠。送ってないや、A さんに。A さん今くださいってまた言ってますよ、あなたのところにね。事務機能してるんですか？誰が会計やってんですか？
なんで出さないんですか。なんで領収書1枚発行できないんですか。100はこう言ってたんですよ。出してますよ、領収書。出してます。